はい、今日は五反田のアラリアランカさんに来てランチしにやってまいりました。はい、はい、久しぶりです。どうも、こんにちは。久しぶりですね。お待たせしてます。どうですか、お客さん。お客様はちょっと少ないですけど、応援してくれてる方々来てくださってるので、はい、まあ、すごく助かってます。私もだから2回目にやってまいりましたので、はい、ありがとうございます。で、今日は何を食べましょうかね。2つ限定で、はい、スリランカ野菜のプレートっていうのはやってます。おお、いいですね。美味しいです。これは国内産ってことで、茨城でスリランカ人の方が作ってらっしゃって。どこらしいです。はい、いろいろスリランカ野菜あるんですけど、一度に全部はちょっと難しいので、はい、各種類のスリランカ野菜のカレーと豆カレー、あとフライチリ、パパダンが、はい、これは今スペシャルのメニューということなんですけども、でも残念ながら9月いっぱいなんですね。はい、そうです。やっぱり野菜がね、もうこういう野菜ができなくなってきたら、そうです、ね、仕方ないですよね。今日は30日までやってるところで、ご興味ある方は。そしてランチ、これも頼みたいところなんですけど、はい、こちらでもいいですか。はい、これフォークで。フォーク、はい、ご飯の量 L でお願いします。 L で、はい、はいはい、頼みました。今去年の12月にね、1回ランチに来たんですが、それ以来になってしまいましたけども、非常にアラリアランカさんの名前を聞くもんですから、はい、ランチにやってみました。9月限定で野菜プレートをやってるということなんで、でも私はポークカレーを頼んでしまいました。ではお茶をお待ちしたいと思います。はい、はい、このアユルベーダティー、シナモンティーです。シナモンティー、いいね。シナモン好きなんで。ランチにつくんですよね。そうですね、週替わりになってます。今週はシナモンで、はい、いただきます。あちゃあちゃあちゃあ、熱いよいただきます。シナモン温まる感じですね。お待たせしました。ほい、お、ランチのフォーク。おお、フォーク。お野菜が、はい、人参のサンボル。人参のサンボル、はい、パトーラ、スリランカのヘビウリのパトーラ、はい、はい、とビーツカレー。ビーツカレー、はい、はい、テキーリ。テキーリ、はい。なんかのクッキングメロン、英語でウニですね。ウニ、パリップ。パリップ、はい。と、ポークカレー。ポークカレー。そしてパパダンと、はい。5個目は何使ってるんですか。バスマティライ。バスマティですね、はい。で、これを大盛りにしてもらったんですよ。はい、大盛りです。特別な感じですか。そうですね。パトーラが。パトーラと、はい、テキーリ。テキーリ。珍しいですよね。そうです、あんまり見ないですね。はい、こういう珍しいのが乗った6種類のが出てくるんですよね。はい、そうです。野菜プレートはね、はい、はい、フォークが食べたいからこれを食べました。はい、はい、じゃあいただいてみたいと思います。恒例のパリップチェックから。パリップチェック、いいね。なんか色合いがいいですね。とても、うん、いいね。ちょっと塩味。そしてビーツいってみましょう。ビーツ、うん、甘くてうまい。そしてこちらパトーラですね。パトーラ珍しいですね。パトーラのカレー出してるところ、うん、これはクリーミーな味付けになってますね。日本でウリで、ケキリ。日本でウリです。ケキリね。ケキリはウリです。うん、こっちはちょっと酸味のある感じで、人参3本、人参もさっぱりした感じで美味しいですね。そしてフォーク、フォークです。あんたフォークしか食べてないんじゃないって思われるかもしれないですけどね、肉はもうフォークがあれば必ずフォークです。はい、うん、あまり辛すぎずに程よい辛さでいいと思います。はい、やっぱり安定な感じですね。アラリアランカさん、混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。いただきます。よっ、ほい。ランチをいただき終わりました。お、デザート、デザートがあったんだ。はい、こちら何でしょう。ヨーグルトとバジルシード。バジルシードが入って、はい、デザートです、ね、はい、そうです。大体毎日こんな感じでずっとこれでできたじゃないですか。スパイス食堂さん、あ、はい、ちょっと影響とかありますか。どうですかね、近いんですかね。近くはないけど、五反田は五反田で、それでスリランカカレーがどんどん広まっていくのかな。そうそうそう、本当にいい競争っていうか、業界盛り上がっていけば、それが一番大切なことなんで、頑張ってください。はい、ありがとう。最後デザートをいただいて終わりますが、近くにね、競合のスパイス食堂さんできましたけども、お互い競い合っていい競争をしてですね、スリランカ料理を褒めていっていただければと思います。皆さん頑張っていきましょう。今日は五反田のアラリアランカさんからお届けしました。ありがとうございました。おい。